おはようございます。俺のホンダ E、 よっしゃ、一週間ぶりのホンダ E。 この音好き。あ、ブランケット、電池残量 43%、 いけるかな。いや、このね、色、あのグレーなんですけど、あの結構ね、汚れが目立たないなと思っております。あの結構これ黄砂かぶりまくって、この辺だったらわかるかな。このグレー良かったです、本当に。では今から行ってきます。かっこいい。これね、お魚に餌を、はい、やってまいりました。今日はね、あの中古車販売の撮影をしに、今から、東大阪の方へ行こうと思っております。これね、ほら見てください、これてんてんてん、お魚に餌をあげます。いや、あの1週間ぶりのね、あのホンダ E ということでね、あの私週1回ぐらいしか実はこの車に乗っておりません。いやー、だいぶね、だいぶ慣れてきましたよね。最初はね、やっぱどうしても電気自動車ってね、あのパワーの減りがね、普通のガソリンエンジンの車に対してものすごい早く減っていくんですよね。まあ、それに対してビビりながら乗ってたんですが、もう今はね、全然もう 43% とかあったらね、もう余裕だなと、もうどこでも行けちゃうよっていうね、感じがします。あのよっぽどの遠出しない限りはね。今から行く花園店さんは何キロぐらいかな、20キロぐらい先かな。なので全然ね、全然なんてことないです。で、向こうに行ったらあの充電器があるんで、まあ帰りはね、さらに余裕の、リターンで帰ってこれるという感じですよね。今あの航続可能距離が、78キロです。いやー、今日は久しぶりにハイブリッドカーとかベゼル、ホンダベゼルと、ベゼルしかもね、あのモデューロ X ですよ。モデューロ X と、フィット3のマニュアルですね。それを、中古車販売の撮影をしに行くという感じなんですけど、久しぶりにやっぱガソリン車乗るとどんな感じだったかなというね、感覚がちょっともう忘れかけていますね。やっぱ電気自動車乗ってると、やっぱ走りがね、なんか全然違うんですよね。なんかこれ体験した方しかわからないと思うんですけど、なんか何なんでしょう、このパワーの出方っていうのはね。で、特にこのホンダ E はね、リア駆動車なんですよね。リア駆動なので、だいぶね、やっぱスポーティーな走りをするんですよね。なんか結構後ろから押されてるような感じの走りをします。私ね、こういった電気自動車の情報を出しておりますので、もしよろしければ皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そしてグッドボタンもよろしくお願いします。では行ってみましょう。はい、到着しました。ホンダ E、 今日はいっぱい撮影するよ。すごいね、フィット4 EHEV、 いいよね。今日はどの中古車かな、どの中古車を乗るのかな、私。あ、これかな。ほら、これ無限のね、ほら、ホンダ U か。200万か、結構、あ、そっか、RS やからか。2万3000キロ走ってます。わー、すごい。赤エンブレムになっとる。わ、無限パーツがついとるんやな。今日多分これ乗るんやな。ほんでこちら、私の前乗ってたフィットハイブリッドです。99万8千円。こう見るとお買い得じゃね？ほら、こっち200万でこっち99万8千円。いやー、いいんじゃない？いいんじゃない？これ。2台欲しいわ、今。今からまた2台欲しいわ。ほう。どうですか？フィットマニアさん。詳しくはね、下の概要欄貼ってますので、皆さんチェックしてくださいね。試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。こちら、フィットリュクス、フィット4、皆さんね、ご存知の。今日はね、こちら、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車をお借りして、レビューしたいと思っております。私のホンダ E の、
ACC ですよね。あれね、0キロから追尾するので、すごい重宝してるんですよね。Fit 4のハイブリッドも実は同じ機能がついてまして、いや、ちょっと差があるのかな、ひょっとしたらと思いながら、今日はね、その辺をレビューしてみようと思います。当たり前ですけど、エンジン音がします。その辺の差はあるな。で、これな、ACC。まあ、ちゃんと今自動運転というか ACC が効いてますよと。で、この右側のこのハンドルマークがレーンアシストですね。ホンダ E は60キロ以上なんですけど、フィットもそうですよね。そっか、これもうエンジンかかってるんやな。おお。あれ？今は完全に EV ですね。こうなるとホンダ E と変わらん感じがする。あ、でもちょっとふわふわするな。ふわふわするぞ。ホンダ E の方がね、なんかもうちょっとガッチリしてます。今ちょっとエアコンつけたらエンジンがブーンとかかりました。まあボディサイズも結構ホンダ E と近いので、まあ乗り味は結構似てるな。ただやっぱエンジンがかかってるなっていう感じがね、します。ずっと EV 乗り続けてて、このハイブリッドカーとか、ね、普通のガソリンエンジン車乗っちゃうと、何こんなに震えてたって思う。究極言うとちょっと酔いそうな感じになるかもしれん。EV 体験してない方は絶対ね、酔わないと思いますけど。あー、こんなに振動してたんやな。あ、で、そうそう、ACC や今日は。今、ここ40キロか。40キロに設定しました。これね、ちょっと、今みたいな交差点で、前の車が、どっちか右か左か行った時に、距離設定を、40キロにしてたら、急にね、ぐっと加速します。その辺がね、ちょっと ACC 乗るとき気をつけないとダメなポイントですね。思ってない時にぐっと加速しちゃうんで、わってなります。わってなります。はい。前のベゼルにロックオンしました。これね、今結構渋滞気味なんですよね。これ0キロから、追尾できます。ほらほら、今こういうね、じわっと行く時にいきなりギューンとなると怖いなっていう。はい、今だいぶね、これ前と距離がありますね。ベゼル、これぐらい距離があっても、ああ、効く効く。今、ブレーキ踏んでません。これはね、ホンダ E も一緒ですね。前の車とだいぶ距離空いてても、センサーは効くな。あ、そうそう。ほんで、ホンダ E はね、この、ゼロからスタートするときにアクセル踏まなくても、この親指のこの、これかな？このプラスかな？これでいけるはず。あ、行った。行きました。このプラスボタンで、アクセル踏んでるのと一緒やな。親指でスタートできます。ちょっとやっぱ表示の感じがホンダ E の方が見やすいかな。やっぱちょっと液晶がね、小さいので、こう全体が液晶じゃないんですよ、これ全体がね。なので、ほら、ぎゅっとね、いろんな情報がまとまって入っちゃってるんで、どこ見たらいいのかなっていう感じが一瞬します。では、ちょっとこのまま左に曲がりますね。ちょっとこの道混んでるんで。そしたら、ベゼルが離れるので、ほら、結構ここでね、ブレーキ踏まないとね、もうチャリンコ巻き込みそうになっちゃいましたよね。結構スピード出ますね。で、今解除して、もうブレーキとか踏んだんで、もう ACC は解除されてます。まあ、ブレーキとか踏んじゃうと、もう一回再設定しないとダメだなっていうのがちょっとめんどくさいですね。このアクセルぐっと踏んでから、こう、急加速するまでが、ちょっとタイムラグがありますね。まあ、フィットリュクスね。まあ、フィットの中でも一番いいクラスになるんですが、まあ、それでも248万ね。いや、これはね、かなり、コスパがいいと思います。
ただまあちょっと正直なところ言うと、完璧なんですけど、やっぱたくさんの人が乗ってて、あの味付けがね、海苔味の味付けがいっぱいいろんな人にこうどの世代の人が乗っても喜ばれるような海苔味になってるので、まあ優等生すぎますよね。ちょっとね、逆にね、ホンダEとかはね、もっとスポーツしますね、あれ。で、これフィットは FF で、フロントのタイヤが動いてます。で、あ、そうや、ハンドルの切れ味が全然違うわ、そういや。ホンダEね、めちゃくちゃ切れるんですよね、ハンドルが。フィットも切れないわけじゃないです。小回りね、コンパクトカーなんで十分ね、効くんですけど、本当にホンダEってね、軽自動車ぐらい、ハンドル切れるんですよ。こうでしょ？うん。あ、ちょっと、ハンドル、重め設定やな。ホンダEもうちょっと軽いです。はい、到着。いや、いい車よ。フィットはいい車。皆さん、これを買えば幸せになりますので。はい。では、続いて、ホンダEの積みだと思います。いや、ACC 変わらんかったような気がする。はい、ホンダEE戻ってまいりました。あ、やっぱいいね、ホンダEE。まだちょっと、あ、ごめんなさい、ちょっと反応しちゃいました。キャンセル。わかりませんでした、もう一度お試しください。しません。あ、全然ちゃうわ全然違う、ホンダEEの圧勝。いや、これね、ちょっと私がオーナー、ホンダEEオーナーなんで、エコひいきに聞こえるとちょっとまずいんですけど、いや、その辺ね、ちょっとさっぴいてもホンダEEの方が、圧勝ですね。乗り味。あ、これは、全然違うわ、やっぱ EV。ホンダEEっていい車。全然ちゃう全然違う。これはいい車やな。やっぱ200万の差はあるな。なんかね、このまず震えないんですよ、これ。当たり前か。エンジン音がね、意外とこうブルブルブルっとね、あんなになんか嫌な感覚やったかなと思うぐらい嫌でした、普通のハイブリッドか。いや、でもいい HEV はその中でもマシな方なんですけど、それでもね、この EV からね、乗った時のあの印象が全然違いましたね。悪く言うわけではないんですけど、いや、この EV が良すぎる。だから、これが、あと走行距離がね、まあ、航続可能距離がもっと伸びて、家にね、コンセントがあって、朝起きたら 100% 溜まってるっていうね、そんな車だったら本当に、もう飛躍的に良くなると思います。これは、この差はちょっとすごいかもしれんな。で、これ、ホンダEEだけなんですけど、このハンドルの切れ味は全然、なんじゃこれ。結構ね、ホンダEEのハンドルってね、ふにゃふにゃなんですよ。こう一旦停止。うん、ふにゃふにゃ。フィットの方がもっとね、こうガッチリ感ありました。これやっぱ FF と FR の、まあ、FR って言わへんか、これ。RR かな、後ろにモーターがあるんで。いや、ホンダEEは、この、フロントに、このエンジンというか、その、フロント回転してないんで、フロント駆動じゃないので、すごいハンドルが切れるんですよね。で、切れて、ハンドルというか、タイヤが軽い。なんか、最小回転半径が 4.2 とかやったかな。なんかもう軽自動車ぐらい、軽自動車より切れるっていう感じ。いや、絶対乗りやすいわ、こっちの方が、ホンダEEの方が。200万高いだけあるような気がする。いや、でもちょっと高いか。200万、プラス100万ぐらいやったらおすすめするかな。プラス200万やからな。まあ、これ
まあ、正直460万は高いなっていうところですね。あと100万安かったら、結構売れるんじゃないですか、これ。360万で、これ、まあ、このパネルもね、ここまで大きいのいるかどうかわかんないですけど。で、もっとこれ台数作れば、単価も下がると思うんで、今ね、もう2機の販売も終了してましたね。さっきちょっとサイト見たら、第2期販売が終了してました。で、もう次第3期なんで、まあ、例えば、第1期の時に500台売ったとして、2期目でもう1000台か。年間1000台しか売らないって言ってたのに、もう1000台以上売ろうとしてるぞ。で、今日ね、冬なんですけど、まあまあ、暖かいんで、暖かいって言っても、まあ、7度か外。日差しが暖かいんで、この、もう今暖房なしでもね、全然普通です。もう暖房なし生活も普通。っていうかね、この関西そんなに激寒になんないんで、もう北海道とかに住んでる方はよくコメントしてくれるんですけど、どうもありがとうございます。北海道とかから比べたらこの7度ってめっちゃ暖かいと思いますよ。それで寒い寒い言ってんのは何事だみたいな感じはするんですけど。この意外とこの音声ガイドを使うんですよね。 OK ホンダ、自宅に帰りたい。自宅を目的地に設定します。やっぱこの音声認識のすごいやっぱ優れてるのが入ってると思います。まあでもこれ本当に早い。ヘイシリぐらい早い。ヘイシリより早いかもしれんな。シリが立ち上がった。ドンちゃんに LINE して。 LINE でご指定の連絡先に電話をかけます。電話かかっちゃった。これ LINE 電話が使えるんですよね。あと何分で家に着く。到着までの残り時間は45分です。お、到着予定時刻は午後2時53分です。 OKOK ね、これめっちゃ便利なんですよ。これね、やっぱホンダいい、選んでよかったなと思いました。車の中は個室なので、恥ずかしくないんですよね、この音声ガイドを使うとき。それがね、やっぱいいですよ。車でこそ、この音声ガイドが流行ると思います、私は。このレベルまで達すると。50キロ設定いたしました。うん、なんかね、システムとしては一緒なんやけど EV やから滑らか。ボタンも一緒やったと思う。ボタンの配置も一緒。ホンダEとフィットで、操作系は一緒で、この親指で0キロからスタートっていうのも一緒でした。で、前の車の感度、だいぶ距離が離れてても、センサー的にこう反応したっていうのも一緒でした。おそらくね、システム上は同じシステムだと思います。バージョンが、ホンダEの方が高いとかね、そんなんではないと思うんですが、ただちょっとね、処理能力、次の車にパッパッと入れ替わる時の処理能力っていうのがホンダEの方が早いなという感じはしました。っていう感じでね、電気自動車私こんな感じで、よくレビューしております。もしよろしければ皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、というわけでホンダEとフィット乗り比べてみたでした。じゃあね、バーイ。